続きまして、競技は男子のタイムトライアルに移っていきます。男子エリート 1km タイムトライアル決勝であります。第1組目はホームスタートの選手のみの単走となります。ホームストレッチより坂本博美君、青森県日本大学であります。スタートいたしましたのは男子エリート 1km タイムトライアル決勝第1組、本名より坂本博美君であります。坂本君、日本大学の1年生でありまして、昨年度はインターハイこの種目第2位、長崎国体では見事この種目総連優勝しておる選手であります。1分9秒917。